いつもロクレチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回は2018年式ランボルギーニウラカン LP582 スパイダーをご紹介いたします。はい、でお相手はですね、まあ、つなぎを着ているということは、はい、またメカニカル担当、はい、一級整備士のイゴルさん、はい、お手柔らかによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。噛んじゃった、ね、なんからしくないですね、はい、いやでもイゴルさんが来るということはもう皆さん、ね、多分ねきっとねイゴルさんを待ってた方もたくさんいらっしゃると思います。はいはい、ね、毎回コメント結構いいからね。あ、いやいや、ありがとうございます。いいんじゃないのかなって思うんですけど、ね、やっぱ故障のあるある、ね、サブチャンネルでも、はい、紹介してるんですけども、まあ、実際レビューをしながらね、はい、メカニカル目線でご紹介いただければなというふうに思います。はい、ではちょっと早速ですがその前にスペック紹介からいきたいと思います。こちらエンジンはですね 5.2 リッターの V10 エンジンですね。最高出力は580馬力、最大トルクは540ニュートンメートルとなっておりまして、車両重量は1509キロで、新車価格はですねオプション抜きで2842万円のところ、現在走行距離2万1000キロ走ってのロペラ用プライスは2490万円ということです。まあ、まだまだいいお値段でございますね。はい、はい、でそして、まあ、この裏感ですけども、どうですか早速ですけど、まずイメージですね。イメージですか。イメージはまず故障が多いのか少ないのかっていうとどうですか。多くはないです。お、はい、おいいですね。はい、なるほど。じゃあ裏感とアペンタ、はい、あったとしたらどっちの方がやっぱりメンテナンスお金かかるとか故障が多いとか。いやもうほぼもう一緒だと思ってもらって構わないと思います。そこら辺は、はい、ほぼもう大きいか小さいかくらいの違いで。あ、そうですか。はい、金額もどっちも壊れた時のかかる金額は大体一緒ですし、はい、そんなに大きな差はないかなと思います。なんだ、なんかアペンタの方がかかりそうなイメージは、はい、イメージありますけどね。そんなこともないんだね。そんなこともないですね。はい、じゃあ今まであった事例で言うとどうでしょうか。ちっちゃいところが壊れるというよりかは、うん、乗ってていきなり大きいところがドカンって壊れて大きな金額がかかるっていうのがあるようなイメージなんですよ、どっちかっていうと。なるほど。なので点検してて例えばオイル漏れとかですと、うん、オイルポンプからのオイル漏れとかも、まあ、何台か見てきたんですけど、うん、それだと、まあ、5、60万ぐらいはかかるんですけど。水は大丈夫なんですかこれ。冷却水の漏れはほぼほぼ聞いたことないですね。ガヤルドとかムルスエラゴの頃であれば多かったんですけど、このウラカンとかアベンダドールになってからはそういった故障は少ないですね。でもこれさ、中身は言ってしまえばアウディなんでしょう。あ、まあ、そうです、はい。だからアウディの R8 なんかとちょっと故障は似てたり、はい、あ、いや R8 は確かにちょっと似てるところはあるかもしれないですけど、 R8 は正直ウラカンとかよりも入庫すごい少ないんですよ。なんであんまり R8 の事例を僕らあんま知らないっていうのはちょっとあると思います。そう、これねサブチャンネルで R8、はい、ね、お話ししたんですけど、はい、実際そのうちのサービスフロントに聞いた時は、はい、あんまり故障がないですって言ってたんです。はいはいはい、でも僕は昔販売した時は、はい、結構故障で苦労した思い出があったんで、はいはいはい、そうなのと思ったんですけど、はいはいはい、あの動画、ね、こちらに、ね、入れてますけども、はいはい、コメント見てください。やっぱねいっぱい故障あったっていうオーナーさんが多くて、ね、はい、まあ、当たり外れでちょっと解決してしまうのはどうかなと思うんですけど、はい、壊れることは壊れる、ね、壊れることは壊れますねみたいなことがあった。ただうちに入庫してくる数で行った時にやっぱりどうしても多くはないので、その事例が少ないっていうので、まあ、そんなに壊れるイメージがないっていうのもあるかもしれないですね。そうなんだね、はい、なるほど、わかりました。じゃあまた外観見ながらね、はい、そうですね、この通りこの辺を注意しましょうみたいなことはレビューできればと思います。ちなみに鍵ありますか。これまあね、ランボルギーニの鍵ですけど、はい、これ鍵は別に特にない。鍵はそうですね、アウディと同じあれで、特に壊れることもなければ、はい、アストみたいに何十万ないですね。はい、鍵は大丈夫です。わかりました。どうですかこのフロント周りとかこの辺りで何かその故障で預かるとか。とりあえずセンサー、ライト、パッと見で第一印象思うのはナンバーがちゃんとついてるなってこと思います。基本的にこういう低い車とか、まあ、やっぱランボルギーニってカスタムする方すごく多いんですよ、うん、でもうナンバーも大体すごい角度ついて、もうそうだよね、とんでもない角度になってるよね。そうという方が多いんで、あ、こうやって本当はついてるんだって今気づいたぐらいです。そういうことね、はい、なるほど。
あったりとか、まあでも外装でそんなライトがどうこうとか特にない。まあ本がこの前ちょっと壊れたのはあったんですけど、ああ半分出ないとか、あいやじゃないです、もう完全にクラクションを鳴らしても全く導通しない状態になっちゃって、うん、でそれはただのヒューズ切れだったんですけど、まあ、ヒューズ切れる原因が本当はあるはずなんで、本当は原因が何かって見たいところなんですけど、ちょっとそこが不明のままで、ただヒューズ変えて本は直ったんでそのまま問題なかったっていうのは一度裏感であったんですけど。なるほど。じゃあとフロントフード開けると、ねまあ、荷物は、ね、ほとんど入りませんけどね。まあそうですね、ここは乗せる車じゃない。これバッテリー上がりとかどうなんですか。バッテリー上がりは、基本的に充電されてる方多いので、あのあまり乗らない方というか長期で保管する方も結構おられますので、ここから配線出しておいて、そうだよね、はい、ガレージの中で充電。でもやってないとやっぱ充電はしちゃう、充電とかバッテリーは上がっちゃう、ね、漏電は。そうですね、はい、基本的には充電しながら保管が推奨ですね。これでも最新のフェラーリとかすぐバッテリー上がるじゃない。あそうですね、それからすると、はい、なんかまだウラカンの方が上がらない気がするんだけど。あ、まあ、そうですね、イメージとしてはあまりウラカンでバッテリー上がっちゃったっていうのは今のところ聞いたことはないんで。あそう、上がっちゃってどうにかしてくれっていうのはなかったです ね、やっぱその駐車場とかの問題で、はい、いやフェラーリバっていう方はもしかしたらランボの方が、はいね、バッテリー上がらずに済むかもしれない。そうですね、可能性が、はい、はあるかもしれないですね。なるほどね。で全然ここを外せばすぐバッテリー見えるんで、そういう意味では多分分かりやすいかな。フェラーリとかだともう、あの、まあそうだよね、助手席のところをカバー外して奥にこうあってって感じなんで、こっちの方がまだ整備性はいいかなって思います、ね。なるほどね、分かりました。あと何かある？大丈夫？あとはそうですね、まあ、無理やり言わなくても大丈夫。気になったことだけどね。はい、はい、まあ、大体点検するときはもうここを全部外すんで、バカッと外さないと中見えないんで、でここにブレーキフルがあってみたいな感じなんですけど。なるほど、まあはい、そのくらいですかね、ここに関しては。これさ、はい、例えばランボルギーニのメンテナンスで一番安心なのはディーラーさんに持っていくことだと思うんですけど、はいはい、そこはどうですか、これをメンテナンスできるイゴールからして。いや、ディーラーさんが安心ですよ、やっぱり。僕もあまり自信はないです、深い整備に関しては。はい、だから弊社でお預かりしてできることはやりますし、はい、ちょっともう分かんないなと思ったらすぐディーラーさんに、はい、そうですね、ディーラーさんに、はい、お願いすることが多いです。そういった意味で言うと、うちはどこまでできる？まあ消耗品は全般でできますんで、うん、あとは機械的故障で本当、はいはい、水が漏れてます、オイルが漏れてます、あこれで、まあ、あの先ほど言ったオイルポンプもうちでやってるんですけど、はいはい、そういった機械的に分かるものはいいんですけど、うん、あのもう電気系、ああの前アベンタドールで、あのエンジンかからなくなった、入庫してる時にちょっとエンジンかからなくなった。それぶっちゃけ撮ったんだっけ。そうです、ぶっちゃけファクトリーで、まだ多分動画上がってないと思うんですけど、あ、はいはいはい、あのマフラー交換をさせていただいたアベンタドールがあるんですよ、うん、あの僕あげるんですけどこれから。でそれの作業途中でちょっとエンジンがかからなくなってしまったっていう事情があって、聞いてる聞いてる、はい、聞いてる。でそれの原因が、まあ、うちだとちょっとわからなかったのでディーラーさんにお願いしてみたところ、その点火系のハーネス一式がダメで、はい、そのハーネス一式交換っていうのになっちゃいまして、でそのハーネスで70万、70何万で、工賃で20何万で、まあ、合計100万ぐらいになってしまったってっていうのがあったんですよ。なんでそういったものですと、まあ、金額も金額ですし、やっぱ、まあ、その工賃二十何万っていうのがディーラーさんで何をやってるのかっていうのが、まあ、二十何万って結構な作業なんですよ。なのでそこを、まあ、うちできるかっていうとちょっとその自信はないので、ここはディーラーさんに全部お願いした方がいいかなっていうところですね。それ何、消耗品ってこと？まあ、経年劣化とは言ってました。まあ、一応アベンタドールとはいえ、まあ、10年は経ってないんですけど、そうですね、8年ぐらいは経ってたと思うんで。そのさ、なんかタイミング悪く故障してしまうっていうのはあるでしょ、はい、ありますね。うちがなんか意図的にやったわけじゃないんだけど、はい、入庫したら動かなくなってしまう。そうなんですよ、あります。ここさ、お客様とのさ、はい、なんかトラブルになる、はい、きっかけだったりもしない？そういう、あります、あります、はい、それ今回の件は大丈夫か？今回は大丈夫か？はい、お宅で入庫してお宅で止まったんだからお宅が直したよみたいな。いえ、そんな方ではなかったんで、はい、全然理解です、まあはい、タイミング悪くなのかタイミング良くなのか、まあそうですね、今回直しておきましょうっていうね、はい、出先で壊れるか、まだうちで壊れた方がすぐに入庫して原因を突き止めることができるので、お宅が壊しただろうみたいなね、はい、こともちょっと思ってるのかもしれないけど、まあまあそうですね、原因はこうですっていうことをね、はい、ちゃんとお伝えした上ではちゃんとね、はい、対応できるということなんだね。そうですね、はい、でも分かんなかったんだね。そうですね、そうなんですよ。
でも分かんないってこともいい経験だよね。まあそうなんですよね。そういう時はこうしよう、ああしよう、うちでバラしてやるよりはね、はい、いいのかもしれないね。はい、分かりました。じゃあちょっとじゃあサイド待ってみましょう、次は。はい、はい、でこちらサイドです。なんかめちゃくちゃかっこいいね、この車の仕様が。かっこいいですね。はい。もう僕が大好きなカラーリングなんで、これ。そうだよね、赤好きだよね。赤好きなんですよ。内装も赤黒インテリアになってて。はい。これをどうですか、サイドとかこのタイヤ、ホイール、ブレーキ周り、はい、このあたりのまあ故障注意点なんかは。まあサイドというかサスペンションが、オイル漏れが結構あったりして、でそれのサスペンション4本変えることとかも結構あるんですけど。あ、そうなの。裏間のサスペンションは、まあ、ちょっと普通の車と違って特殊なんですよ。あのマグネットあれか、 R8 で言うとマグネティックライトみたいな。あ、そうそうそう、マグネットレオロジカルサスペンションっていうちょっと特殊なサスペンションを使ってまして、はい、まあ、あのアウディ の、うんうん、あの使われてるマグネット、先ほどおっしゃったものと、同じような構造なんですけど、それ何かというと、その入ってる液体があの電気を流すことによって、その、まあ、磁石と混ざってるような液体なんですけど、それが電気を流すことによって硬さが変わるでも液体が入ってるんですよ。その液体が、まあ、50cc で数万円ぐらいする液体を使ってて、だからサスペンションそのものっていうよりかはサスペンションに使われてる液体がすごい高いんで、結果的にそうなんですよ。なんでサスペンションが高くなるっていうので、まあ40から50万近く1本値段がしてしまうと。1本、はい、おお、マジで。るので、まあそうですね、そこはちょっと漏れてたら結構な金額いっちゃうかな。漏れってことはこれ保証は効かないかもしれないよね。新車保証は効くと思うんだけど。そうですね。あ、まあ、そこまたね、ちょっとで聞きますって言うと大変になっちゃうかもしれないんで、まあ、調べていきましょうね。はい、なるほど。そうですね。リフティングとかは大丈夫。あ、リフティングは特に壊れるのは聞いてない。そこは関係はしてないんだね。はい、はい、漏れですね。動くことに関しては別に問題はないので。なるほど。これブレーキ、はい、ローターパッドで変えると、まあまあ値段するでしょ。ローターがちょっと高いんですけど、うん、まあそんなにあのびっくりするほどのような金額ではない。これ R8 のローターってことですか。一緒ですね。そうだよね、はい、一緒です。あとここが出なくなるとかさ、それない。ああ、いや、ちゃんと出ます。あ、出る。はい、ここはパコって。うん、そうですね。であとちょっと内装です。これ内装めちゃくちゃかっこいいよ。いいですね。カーボン入ってて、この赤黒ツートン、これはお金かかってんね。なかなか新車時にもこだわったオプションになってる感じだよね。これ前さ、なんだっけ、アストンはさ、右ハンドル左ハンドルでメンテナンス大変とかって言ってたけど、はい、どうなの、ウラカンとかランボは変わらない、はい、いや、変わらないですね。まあ、基本的にエンジンがもう後ろなんで、ここで変わるってことはあんまりないですね。はい、なるほどね。じゃあちょっとじゃあエンジンかけてみましょうか。はい、じゃあ運転席もね、ぐるっと回りますけど、運転席見てもこうですね。パドルもちゃんとカーボンになってますね。ステアリングはピアノブラックのツートンあるよ。そうですね。かっこいいな、やっぱウラカン。ロフェライチャンネルでも何回もレビューしてるけど、いつ見てもやっぱりランボはいいね。ではでは、ちょっとエンジンかけますよ。うん、おお、よいしょ。ところで、はい、どうしたの、怪我したのこれ。あ、そうです。あの、うん、工具がちょっと鋭めの工具が当たっちゃって。そうなの。よくあります。よくあるのかい。よくあります。うん、じゃあいきます。じゃあまずは、これやっぱ一回アクセサリーオンにした方がいいんでしょ。いや、そんなに多分こだわらないと思う。そこまで。はい。そこはニッパでも。いきます、エンジン始動。ああ、そうだね、うん、このギリアギラ感やっぱアペンタ。この間ね SV 乗ったんで、はい、SV からするとやっぱコンパクトだね。そうですね、狭いね、はい、だいぶ。そうですね、シードもちょっと一番後ろまで下げてもらって、でちょっとせっかくなんでこのクローズしますね。今度は屋根を閉めると、そうするとだ、あ、ブレーキ踏んでないとダメ。あ、そうだ。これはソフトトップは故障は大丈夫。故障は効かないです。はい、うわー、いいね、いいね。あ、エアコンが今、エアコンも大丈夫。あ、エアコンはありますね。エアコンある。エアコン効かなくなることあります。いや、夏場は注意だね。そうですね、まずは。急に壊れるんで全く効かなくなるんで。そう、はい、じゃちょっとだけ回してみますよ、この状態で。じゃまずはストラーダですね、今。あー、この感じ、うわー、吹き上がり最高。いいですね。
このモニターは文字化けとかそういうのない？ありますね。え、あるの？はい、モニターは内装編でちょっと言おうかなと思ったんですけど。そうですか。はい、結構あるんですよ。でちょっとコルサに入れて。あ、いいねいいね、この音はやっぱ最高だわ。いいですね。OK、でちょっとじゃあ屋根をまた開けましょうかね。オープンカーなんで、いろいろネタ持ってんね。まあなんだかんだ最近ちょっと多くなったんで、裏側の入庫も。なるほど、年式が立ってきてね。そうですね。はい。はあ、そうですか。わかりました。じゃあちょっと後ろ行きましょう。はい。はい。でこちらがリアですね。かっこいいね、マフラーも黒になってて。かっこいいですね。はい。これエンジンルームはさすがにガラスじゃないけどね。あ、まあそうですね。ブラックアウトされてる感じ、はい。スパイダーなんでここだけって感じですよね。これでもよくさ、車外マフラー多いじゃない。はい、多いです。車外マフラーだと基本的に入庫 NG でしょ。基本的に NG です。ね。はい。車検通るものはほぼないので。そうだよね。はい。この間そのアベンダドール SV に乗ってらっしゃるオーナーさんは、はい、カッターはパークラーにして、はいはい、触媒は純正入れてるってこと。ああ、なるほどなるほど。だからちょっと音は静かなんだけど、はいはいはい、まあでも見た目はいいよねっていう。そうですね。そうそう。そういう乗り方の方がうちとしては嬉しいかなって感じだね。はいはい、あれこれエンジンどこで開けんだっけこれ。あ、オンにしないと多分開かないです。あ、そうなん。はい。あ、はいはいはい。なるほど。やっぱ赤黒似合うんじゃん。赤黒、ね、本当好きなんですよ。もうドンピシャでかっこいいなってずっと思ってた。はい。そしてじゃあエンジンだね。はい。エンジンもいっぱいネタがあるんでしょ。そんなことないのかな。まあ、こっち側か。はい。おお、ほとんど見えませんね。見えないんですよね。あ、じゃあ一番大事な心臓のところはどうですか。ここはまあ詰まってるので整備面は大変なんですけど。うん、まあでも基本的にもう消耗品の交換ばっかりで、すごいその重整備っていうのは、まああの前回マフラー交換で結構大変な作業ではあったんですけど、それぐらいですごい大きな故障でとかでここをいろいろ分解するってことはそんなにないです。マフラー交換大変なんだこれ。めっちゃ大変です。はい、バラしてバラして、あのそうですね、ここ全部外して、でここら辺もあのまあアベンダドールなんでちょっと構造違うんですけど、触媒が結局ここら辺にあるんで、はいはい、そこから全部こう取っていくんで、なかなか大変な作業ではあったんですけど、これはね、ま、純正から何からマフラーに変えるっていうことは、逆ですね、純正戻し、純正戻しね、はい、っていうので作業させていただいたんですけど、なるほど、はい、だったりとか、うちってさ車検通る範囲だったらマフラー交換もやってくれる？そうです。車検にあの法的に問題なければ、はい、やりますよ、ね、できますし、もちろん戻すってことも全然できますので、ね、はい、スパイダーの方がちょっとやりづらいんですけど、フィルターがあそこにあって、あ、これオイル交換やったことある方だったら、うん、まああんまいないと思うんですけど、やったことある方だったらすごいわかると思うんですけど、フィルターがめちゃくちゃ硬いんですよ。あの、うん、外した後にフィルターをこう外す時が、うん、もう人間の力じゃ外せないぐらい、あ、そうなん、めちゃくちゃ硬くて、でこの裏ぶっちゃけ乗っかってる？ぶっちゃけには乗ってないです。乗ってない、はい、乗ってないんですけど、めっちゃ硬くて、で R8 も同じエンジンなんで、 R8 もそうなんですけど、うん、もうフィルターを万力に固定して、うん、いやーってパーンみたいなやらないと取れないんですよ、ぐらいめちゃくちゃ硬くて、それはもう全部この裏感だったりとか、あ、ベンタもそうですけど、全部フィルターめちゃくちゃ硬いんですよ、ね、じゃあ R8 もそうです。へえ、はい、なんで多分初めてやられる方は、え、これやり方間違ってるのかなって思っちゃうぐらい硬いんですよ。はい、っていうのだけはもうすごいあるあるなんですけど。なるほど。でもこれ基本あれでしょ、まあ、そうそう、あの、タイミングベルトもチェーンになってるし、はい、ね、クラッチ交換、そう、クラッチ交換ってどうよ。クラッチ交換は、うちではやってないです。あ、そうなんだ、はい、これはディーラーさん出すんだ。そうですね。でもデュアルクラッチだからまあ交換することはないわけでしょ。まあそうですね、基本的にそんなにないです ね。でもアペンタはシングルクラッチだから、はい、ね、ある程度、あ、まあ消費してるかどうかを、はい、点検した方がいいんですけど、うちはそんなに効かないです、ね。効かないよ、はい、よほどフェラーリの方がクラッチ交換全然多いですね。え、ガヤルドとかでもうちはクラッチ交換うちではしない。ガヤルドはもしかしたら僕がまだそんなに入社前とかの頃の方が多かったんで、全然ガヤルド自体があったかもしれないんですけど、ガヤルドってさ初期中期後期ってあってさ、はいはい、初期は今は対策されてるのかもしれないけど、はい、結構クラッチ弱かったのよ。あ、わかります、はい、でクラッチ交換して、はい、まあ納車をするじゃん、はい、で
まあ、あのレッカーを頼んでたんですけど、はいはい、で積載車に乗せるときにクラッチ焼けちゃって、はい、1回でというか一瞬でだよでもうクラッチが滑った状態になっちゃうとかっていうのはあったんで、ね、ありますね、ありますね。フェラーリもそういうのあるんでね、はい、あれおっかないよね。おっかないですね。だからフルフラットのローダーじゃないとダメ、もしくは地層にしてくださいみたいな感じだよね、はいはいはい、そうですね。なんで実際に乗られる方もクラッチに関しては結構注意しながら乗ってもらわないと。そうなんですよ、確かにそれ気にしながら乗るのも怖いしさ、まあ そうですね、そういった意味で言ったらさ、まあ、ストップ&ゴーが多いさ坂道だとかさ、はい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 、デパートの駐車場とかもさ、はい、スロープがあったりするじゃない、はい、あそこで前の車が止まってましたとかって、ね、サイドブレーキやってとかって、はい、あれ嫌だよね一番ね。そうなんですよ。なので、まあ、そこをもう楽しむかどうかっていうところですよね。そうだよね。そういう不便な感じというか、そこもランボルギーニらしいっちゃランボルギーニらしいんで、やっぱり、まあ、そういうとこ行かないっていうのが一番、まあ、そうですね、はい、あと何かありますか。大丈夫ですか。外装ではそんなに。じゃああとは乗って、はい、いろいろ ね、 そうですね、エアコンだなんだかんだあるっていう感じで、はい、分かりました。じゃあ先にちょっとライトチェックだけいきましょう。はい、では行きます。あ、いいね。ではいいですかね。はい、じゃあスモール、おお、光量が変わりました。はい、はい、でロー、おお、いいね。ハイビーム、あ、外側だけは切り替わるということでね。はい、はい、ウィンカーハザード、そうそうそう、あ、いいね。これウィンカーとかさ、バルブ切れたら足交換とかなんか、あ、もう足ですね、ここら辺も。そうだよね、はい、多分相当な金額しますよ。あ、そうだよね。はい、ホーン、はい、オッケー。じゃあ後ろ行きます。で、あのベントレーのさ、はい、コンチ GT とかのハイマウント、はい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 、あれも高いでしょ。あれでもあれだって足交換なんじゃない。あれいくらだっけ、ね、30とか40万ぐらいだったりしますよそうだよね、やっぱ結構値段するんだよ ね、はい、あれ ね、まあ、そうですね。だからバルブ1個切れてもそこだけ交換するわけないの。もう車検通らないんで、そこなんとかさ、やるようにですよ、ね、もうちょっと多分専門外です、そこに関しては。そこがダメか基盤とかこうやるような感じでしょ。マジか。はい、では、いきますよ。ブレーキ。うんうん、いいね。はい。で、ライトオンと。ああ、いいね。はい。で、ウィンカーハザード。これも、やっぱ、はい、1個切れたら足交換になっちゃう。これもおそらく足ですね。はい。基本的に、もうこういう一体型になったものは、もう全部、足だと思ってます。はい。はい。バック。ああ、はい、いいね。はい。リアフォグ。あ、うん、なるほど。で、ブレーキ。で、ブレーキ踏みながらリアフォグ解除。うん、はいはい。いいね。切り替わるということですね。はい。じゃあ、閉めましょう。はい。では、試乗に行きますけども、試乗でも、またちょっと気になるね、はい、今まであった故障の事例を紹介していきたいなというふうに思いますが、はい、あまり故障後の話をするとですね、ちょっとネガティブな感じにもなるかもしれないんですけども、はいはいはい、まあ、こういった経験があったことをですね、やっぱ皆さんにまあお伝えすることによって、はい、あの安心はできるかできないか分かりませんけど、まあ、それに対応したメンテナンスができますよと。そうですね、いうことでございます。はい、では行ってまいります。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりの裏勘や。いや、このオープンカーは多分インプレッション初ですよ僕。ああね、そうです、ホールは初だよね、はい、まずね、裏勘乗って嬉しいポイントは、はい、ドアにポケットがある。ああ、ここっす ねアベンターは上に開くからないもん、ね、あー、そうですね、確かに。そうそう、物の置き場に困っちゃ う、 そう、鍵はこっちか。あ、そうだよね、クリープがあって、うん、低いなー、やっぱり、ね、うわ、目線がギリですもん、ここも、ね、本当だよ、ほぼ頭が出てます。いや、改めて思う、低いわ。低いですね。風がどのくらい入ってくるか気になりますね。もうオープンで走ったことないんで。で、ちょっと暑いのでエアコンのちょっと風量を少し入れて、さすがにベンチレーターはついてないですね。そうですね。で、エアコンを入れのと、で、リフティングはここか。よいしょー、よいしょー、おお。やっぱ感度がね、感度結構良すぎるましたね。うん、ああ。やっぱリクライニングも全然しないから、あれだね、シートポジションちょっとね。そうですね、ちょっときついですよね。うん、こっちだ。敏感慣れないと結構やりづらいですよね。ね、まあ、うん、じゃあ早速ですけど、要はこの辺りね、伝送系といいますか、はい、スイッチ操作系で、はい、の故障、今まであった事例はどんな感じですか。まあ、先ほど
エンジンかけてる時にちょっと言ったかもしれないですけど、うん、メーターのモニターが、うん、これね、はい、もうあのなんだろう、砂嵐というか、ザーってもうなんだろう、サイバーパンクみたいなちょっとかっこいい感じにこうザーってなることが、あのまあアベンタドールであって、うん、で、うん、ディーラーさんで直したんですけど、アベンタドール？アベンタドールですね。S とか SV とかじゃなくて、はい、じゃなくて、はい。で、まあ、その入庫した時もちょうど、うん、あの他のアベンタで全く同じ症状で、うん、まあ、メーターの入庫待ちの車があるんですよって言って、だから本当あるあるなんですよねって話をしてたんですよ。なんでメーターが急に壊れるっていうのがあって、で、まあ、原因が何とも言えないですけど、なんかイメージだとちょっとなんか熱に弱いイメージがあるんですよね。これからの季節やん。そうなんですよ。なんであまり外に放置しておくと、多分それが原因でモニターがちょっとダメになることがあるのかなっていう感じ。じゃあ外置く時もサンシェードかなんか、そうですね、シェードがいいのこれね、はい、なるべくしてもらって、あ、それで80万でしたね。うー、はい、足交換、そうです、はい、あ、なっちゃうので。そうなの、そこはありますね。80万、ちょっと高いね、はい、もう高いんですよ。普通のメーターだったらいいんですけどね、モニターになっちゃうともう丸ごとしかないので。裏感はあんまりない。いや、基本的に同じようなモニターなんで、はい、全然アベンタだけに限らず裏感でも全然あり得る。 R8 は、R8 はメーターが、現行はあれですけど、ああ多分 R8 はないと思います。へ、はい、まあでもこれは保証でカバーできるところだね。あ、まあそうですね、消耗品じゃないしね、はい、なるほど。そしてあとエアコンもって言ってたよね、いきなり効かなくなるって。エアコンもそうなんですよ。エアコンはあの正直ちょっと原因が不明で、エアコンが効いたり効かなかったりっていうので、効かなくなったっていうので、その何が原因かっていうのを点検してたんですよ、うん、で翌日になったら急に治っちゃって、あ、で何見ても正常に動いちゃうみたいな、あれ何だったんだっていうのがあって、まあ、おそらくコンプレッサーそのものが壊れるとかっていうよりかは、うん、何かのセンサーが、うん、まあ、誤作動を起こして、うん、で車側がコンプレッサーを止めちゃうっていうようなのが原因じゃないかなっていう話ではあるんですけど、うん、なるほど。ただそれが何の前触れもなく急に温風になるっていうような感じなんで、あ、エアコンね。そうなんですよ、この時期はちょっときついですね。これやだね、はい、エアコンの修理はうちでできるの？どこがによりますね。あ、はい、壊れたところが。じゃあ一旦うちでお預かりをして、そうです、そうです、チェックをして、はい、直せれば直しちゃうし、そうです、そうです。でもダメだった場合ディーラーさんに持っていくわけじゃない？はい、うちで直したとか、うちでちょっと点検料っていうのは高くついちゃうこととかないの？基本的に点検して、うん、で、まあ、何も原因がわからないってなった場合はそんなにお金はかからないんですよ、点検自体に。はい、まあ、そんな高くは取らないよっていうのは、はい、そこでうちで原因が分かれば、おそらくディーラーさんよりかは安めには、まあそうだよね、はい、修理できると思うので。なるほどな。でもやっぱうちの強みってさ、その一つの車種じゃなくていろんな車種見てるから、はいはい、それでやっぱりこの車種の特性とかね、ものが分かるじゃない、ね、はい、この車はここが弱いみたいなね。そうです、そうです。そう、やっぱそこが強みでもあるよね、はい、あとは大丈夫、そのぐらいかい。あとはそうですね、エンジンもちょっとかぶりやすいかなっていうイメージはあるかもしれないです。 あんまりちょいがけちょっとかけてすぐ切るっていうのをあんま繰り返すとエンジンかぶっちゃうのは、まあ、まあ、エンジン一緒なんですけど R8 の方がイメージあるんですよ。 R8 は本当にちょいがけやめてっていうぐらいよくかぶんですよ、うん、あ、 R8 は。あ、なんか言われてみたらそんな気もするね、はい、なんで、まあ、同じエンジンを使ってる以上は、まあ、裏感とかもあまりよろしくないかなっていうのはありますね。はい、それでもうちょっと後ろに行ってほしい気もするんだけど。そうなんですよね、この身長だとちょっときついですよね。ね、170ぐらいまで、180ぐらいだともうちょっと、180とか台の方だったらちょっとね、橋村とかだったらちょっときついですよね。私はちょっと乗りづらいなりますよねもっとある人はもう頭出ますもんね。そうだね、はい、2メーター近い方はもうちょっと乗るのはおすすめできないかもしれないぐらい、バッサバッサしちゃうなこれ、うん、そうなるともうシートを前に出して背もたれ倒してみたいな感じで、そうですね、乗ってくる、ちょっとガニ股にしてみたいな感じになっちゃうよね。もうちょいシート下に行くのかなと思ったら全然もうここまでなんだ、もっと低ければまだこう大丈夫なんですけど、これさすがにシート低くしてはできないんでしょまあわかんないですね、構造を見ればもしかしたら、あ、ここ削っちゃえばいけるかもって あるかもしれないですけど、そんなのをちょっと高級車にはできないですね。むしろこっち上げてってバキバキになっちゃう、まあ、こういうのも空力
考えてすごい、ね、いろいろ考えた結果この角度なんでしょうか。そうだよね、はい、女性だと多分嫌ですねこれは絶対に。ああバッサバサ、ね、帽子なんて被ったら帽子もねもあーってなった瞬間パンっていっちゃうかもしれない ね, ねこの高さだと。ええー、ですね、バブリングいい音しますね。あーいいね。もうエンブレ使っちゃいますよねこれは絶対使ってなんぼでしょう。使ってなんぼですよね。やっぱこの乗りやすさ考えるとな、ペンタより裏感の方が、あーはいはい、あやっぱ使いやすい。このなんか色の使い方がいいよね、このあーそうですよね、グロスブラックにメッキなんだけど、うん、ちょっとゴールド系が入ってて、でドアノブまでねちょっとゴールド系のメッキになってて、ね、うん、好きだね。そうですね、僕は昔からランボルギーニ好きで、小学校ぐらいからもう憧れの車というか、スーパーカーといえばランボルギーニみたいな。そうだよね。え、小学校で何、カウンタックとか、ガヤルドだったかな、当時は。あ、ガヤルド、はい、ってことはムルシだ。そうですそうです、もう初期のこんなデザインのかっこいい車ないな。でもさ、これあの R8 もまあ一緒っちゃ一緒じゃない。はい、はい、だけど R8 のいいところはマニュアル設定がある。あ、はいはいはい、裏感ってマニュアルないの。はい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 、まあ、そこだと思うんだよ ね、確かに。まああとちょっと乗りやすいっていう、街乗りしやすくなってるっていうところもあるんだけど、うん、R8 の方がエンジンの吹け上がりとかキレがめちゃくちゃいいようなイメージあるんですよね。ああそうなの。あ、 R8 の V10 すごいパンパンってめっちゃ、あなんか、でもなイメージあるんですけどね。なるほどね、はい。いいね、早いわ、うん、どう乗り心地は。乗り心地はでも思ったよりそんなにゴツゴツ硬い感じは来ないですね。これでもさ、その足回り そのオイル漏れがあるって言ったじゃない、はい、50万円かかる、はい、あれって警告灯が出る。あ、いや出ないです。乗っててなんか違和感がある。ちょっと普通のサスと違うので、うん、抜けたからといってすごいなんかプカプカこう浮いた感じになるっていうわけでもないので、多分実際に点検に入らないと気づかないと思います。あ、そうなんだ、はい、じゃあ分かんないまんま乗ってるっていうケースもあるんだね。あ、全然あると思いますよ。へえ、それでも見積もりでさ、いきなりそんな見積もり来ちゃうとお客さんみんなびっくりしちゃうよね。びっくりしますよ ねなかなか。びっくりしても基本的には見積もり取る方だから分かんないかもしれないけど、はい、サービスフロントは結構ヒーヒー言ってるかもしれないね、はい、まあそうですね、それはすいませんみたいな。それはなりますよね、やっぱり。で裏感が、まあ、まあ40何万ぐらいで、でアベンタドールになると、まあ、ちょっと特殊なあのプッシュロット式って、あの横にサスペンションがなってるよな。あれなってる、なんであれ横についてんのってもうあの車高を低くするためにもうなってるんですけど、すごいよね、あれオーリンズの入ってるんですよ、うんうんうん、あれこそ相当な金額いくんじゃないかなと思うんですけど、 あれもあれですごいんですけどね、技術は。うん、やっぱ巻き込みが来るね。そうですね、後ろのウィンドウこれでも上がってるからね。はいはいはい、まあ、ちょっとしかないですかね。ねえ、まあね、ほぼ効果あるのか分かんない。いやでもこれ流してやってる分には全然乗り心地いいんだよね。あ、まあ、そうですね、はい、全然。で今日の外気温も34度。はいはいはい、34度でも太陽がね、このカンカン照りじゃなければそうですね、いけちゃうね。全然大丈夫です、ね。早いわ、変速が。楽しいですね、思い出すな、うん、所有したことないんだけどこれは楽しいっす、ね、早いわ。助手席乗ってても楽しいっすもん ねちょっとドキドキするでしょ。そうですね、ドキドキワクワク。でしてもそんな苦ではなさそうな。ね、全然苦じゃないよ、うん、全然いいですね。いやこれなんかさ、年式で言ったりとか距離で言ったら何万キロぐらいで何を変えましょうみたいな、はい、例えばちょっと古いフェラーリだったらタイベルは 3年に1回とかはいはいはい、そういうマストでやんなきゃいけないみたいな、
ランボルギーニもやっぱどうしても一般の車の感覚よりかも消耗品だったりとか、うん、そういう、まあ、タイベルはどうだったかちょっと覚えてないですけど、一般的な車の、まあ、半分ぐらいで計算してもらった方がいいかなと思います、ね、あ、じゃあオイル交換とかも、オイル交換とかもちょっとスパン早いですし、5000キロぐらいで1回みたいな、はいはい、で結構オイルの消費早いんですよ。だいたい1000キロで1リッターとかなくなったりするんで、そこら辺も定期的に見てもらった方がいいですし。なるほど。4万キロの車であれば一般的な車で8万キロみたいな感覚で点検した方がいいかなって思います。なるほど、はい、それなんか分かりやすくていいね、はい、タイヤの消耗もそれくらいやっぱ減るもんね。ああ、まあそうですね、はい、こういう車は速いですね。うん、今回気持ちいいですね。しゃぶしゃぶ乗ったんですけどね、やっぱいいね。気持ちいいですね、はい、これ乗ったらどこ行きたい？そうですね、オープンだったらでも意外と僕森林に行きたいかもしれないです。海とかじゃなくて上が森で気持ちいいところ、ね、ああいいね。海行ったらね、ちょっと炎天下でまたこのモニターが心配だよね、これまたね。それもあるんですけど、そう、海のオープンってこの時期めっちゃ暑いんで、あ、涼しいところに、またもう葉っぱとかいっぱい入ってくるかもしれないですけど。そうだよね。でもこれだけ低いとさ、はい、雨で途中の雨降っちゃった時にどうなんだろうね。ああ、どう、でもうまく抜けてくれるんか。高速じゃ大丈夫じゃないですかね。多分ここの長さがほぼないんで。確かにね。逆にここの端っこの頭の端っこだけだったらびちょびちょになると思うんですけど、飛び石とかもちょっと怖いよね。ああ、そうですね。弾いてくれればいいけど、うん、ギリ、ね、ギリですね。もうちょい低かったらもうヘルメット推奨に。いや本当そうだよね。でもそうだよね、そういった意味で言うと本当に身長ある方は飛び石とかも注意しないといけない、注意しないと危ないですね、車だよねこれは。さすがだな、ね、これは2だから肉だからね。はいはいはい。肉と四駆も別に故障はあんま変わらない？基本的にはそんなに変わらないですね。まあ四駆の方がもちろん付くパーツが増えるんで、うん、あれですけど、まあそんなに気にしなくても、ね、でも燃費は四駆の方が悪くなるんでしょ？四駆の方がまあ車重も重くなりますし、まあ単純に回さなきゃいけないタイヤ増えるんで、燃費に関しては悪くなるとは思うんですけど。こういう車もさ、エンジンがミドシップだけど、はい、四駆になるとさ、はい、フロントタイヤから減ってくんかね。あ、タイヤの減り、ね、SUV とかは前から減ってくじゃない？はいはいはい。まあ、前にエンジンあるってどうですかね、ミッドシップバランスはいいんで、なんと見えないですけど。いやちょっとね、トンネルです。あまりバンバン吹かしてもね。そうですね、一回だけ。あいや、オープンでこれはやばいですね。そうでしょ、これは気持ちいいですね。まあこのくらいやっていきましょうかね。まあまあそうですね。でも普段スーパーカーを扱ってたとしても、いざこういうのでオープンに乗るとすごいなというか感動する感じよね。やっぱそう思いますよ。まああまり整備ではここまで長距離も乗らないだろう。そうなんですよ、踏まないもんね、はい、踏まないですね。輸入車って面白いでしょ。そうなんですよ。ジェットコースターに匹敵する迫力ですよね。音といい、なおさら車好きはたまんないですね。そうでしょ、車はたまんないですね。あの少年の頃思い出した。少年の頃思い出した。これは憧れてたんだよ。そうそう、この音だよと。そうですね。ノーマルで十分ですよね、本当に、ね、こんないい音するんだ。あとはストラーダで、いや乗りやすい。そうですね、乗りやすさもありますよね。この僕ね、乗りやすさで言ったら、まあ音も楽しめ走りも楽しめだったら、はい、もうフェラーリのスパイダーモデルよりも僕はこっちかな。あ、はいはいはい。機敏ですよね、やっぱ。そうそうそう、動きが、うん、扱いやすい。それにしても結構風切り入ってくるね、これはね。入ってきますね。
ブラカンも確かなんかね、風の巻き込みのあれがあったと思うんだよね、ディフレクターって。あ、あるんですね。そうそう、はいはいはい、前そんな車あった気がした。それにしてもあなたのハイラックス、はい、なかなかまたね、サブチャンネルで紹介しましたけどそうですね、はい、なかなか好評ですよ。そうですね、イゴールエディションって言われてるからね。やってましたね、コメントありましたね。あれ後期モデルでそうなるかもしれない、山一円入ってイゴールエディションしように、ね、あんまり自分の車が量産するのはちょっと嫌ですね。そうなんですよ。だからもし仮にだよ、次売却されるときにオークションに出すときはやっぱりかっこイゴールエディションって書いてくれる、はい、採用してくれるのかそこ書いたら。イゴールエディションなんかあったっけなみたいな。だってコメントで700万で売ってくださいとか言う方あったよね。ありましたよね。700万円もかかってないでしょ。700万だったら俺ちょっと考えちゃうな。まあでもあれはやっぱ結構こだわって自分もカスタマーしてるんで、でも一応終わりではないわけでしょ。まあ終わりではないですね、まだまだちょいちょい、はい、やっぱ次ファイナレーションが出てくるわけでしょ。そうですね。でファイナレーションって言ったのに、またなんか、ね、エディション2とかわけのわかんないのもぐらいが出てよくあるやつですね。じゃあここでまたドライバーチェンジということで、はい、ドライバーチェンジ後は屋根を閉めますからね、はいはい、屋根を閉めてもこれねリアの窓ガラスがね開閉できるんで音はいいですよ、はいはいはい、ソフトトップがさ、はい、の故障が多い車とかってなんかある？あー、コンチですかね。え、マジで？コンチネンタル GTC。 あ、そう。は結構多いです。途中で止まっちゃうみたいなやつ。そうです、止まって動かなくなって、もう手動で開けたり閉めたりしなきゃいけなくなっちゃうんですけど、うん、マセとかは大丈夫なの？あ、マセラティはあんま効かないですね、ホロに関しては、はい、昔の、まあ、イコールが入る前かもしれないけど、マセラティクーペっていうモデルがあった時にマセラティスパイダーがあった時、はいはいはい、あの当時の、はい、あれはねちょっとねちょいちょい故障っていうかね、怪しかった、いろいろ、はいはいはい、あ、そうなんですね、あれ止まったみたいな、へー、カチッカチッカチッ、あ、動いてる動いてる。まあ、まあ一応ギリギリ動くは動くけどって感じですね。この低さんよ。じゃあちょっとリアのガラスここでねちょっと上げておきますからね。あ、はいはい。ボブさんにもね音を楽しんでいただいて、うん、そうですよね、やっぱ音聞きたかったら開けれるんですよね。そうそう、こっち側もちょっとね開けといてな。いや本当ダッシュボード遠いな、これ遠いですね。この中に今何が入ってんの？あ、でもそんな詰まってないですよ。あ、そう、言うて、はい、意外とダッシュボードをバラしたりすることなんてほぼないの？ないことはないんですけど、うん、基本的には結構時間かかるんですよ。やっぱ2日とかかけて。ああ、そう。で、そう、まあエアコン系でバラすことが多分多いんですね。はい、前なんだっけな、マイバッハ57、はいはいはい、弊社の社用車でもあったんだけど、はい、エアコン効かなくなって、はい、エアコン修理がすごい高かったよ。確かね、ダッシュボードを全部バラさなきゃいけないので、はいはいはい、80万ぐらいかかったかな。結構しますね、うん、結構あんま触りたくなくて、うん、ほぼほぼ爪なんですよ。まあ割れやすくて、割れた時にまあ修復が効けばいいんですけど、効かないとまあそこを交換、まあもちろん内負担で交換することにはなっちゃうので、正直あんま触りたくはないっていうのはあるんですよね。あ、でも言ってた、あのラッピング屋さんとかが、はい、やっぱランボーのこれ爪が折れる場合があるからって、はい、ここは剥がせないとかなんかいろいろ言ってたな。そうなんですよ、あのマフラー交換でアベンダドールやってる時も、うん、あの後ろにメッシュとかあるんですけど、うん、そこを爪だけなんですよ、もう、あの、工具なくてももう去ってってペッと剥がせるようになってるんですけど、まあ割れやすくて、すごい慎重に工具を当てながら引っかかるところをなるべく逃がしてやらないとすぐ割れちゃうんで、そういったところが結構。これでもさ、割れちゃう場合もあるでしょ。まあ、あります、あります。そしたらもう部品また新しく発注してってるしかないよね。か、まあ修復する方法もまあいろいろ、修復するのもいろんなの出てるんですよ。あの針金みたいなのをこう中に入れて、で溶かしながら入れて戻したりとかあるんですけど、まあ、そういうのどうにか直すか直せなければもう物の交換になっちゃうんで。なるほど、はい、じゃあポルサー入れちゃって、あ、スポーツ入れちゃってよ。はい、ですか。うーん、ソラーだとやっぱ静かですね、全然、うん、今のだけでも全然かっこいいね。ここにドリンクホルダー隠れてんだもんね、ピュッとね。そうですよね、こういうデザインいいですよ ね、目立たないようにしてるところとか。 あとよくさ、このパッセンジャーのエアバッグの警告とついてる車多くない？あ、はい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 。これついてる時はエアバッグ開かないってことでしょ？そうです。故障ってことでしょ？故障ですね。これ結構このまんまの車とかよく見るんだよね。あ、はい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 。直すとまたちょっとお金かかったりするんじゃん、あれ。そうですね、
エアバッグに関しては基本的にディーラーさんじゃないとちょっとできない。あディーラーさんも本当にディーラー内部でやるんかね。なんかさ、イゴールができる修理だったらできるような気がする、はい、できない修理本当にディーラーさんの内部でやってんのかな。あーどうですかね。まあそこの専門の業者にってことですよ ね、うん、ね。まあそのエアバッグだけ外してそれは専門業者にお願いして帰ってきて組み上げるみたいなのは多分あるかもしれないですね。そこまで全部できる人ってそういうんですか。そうですね、はい、何でもやってるわけではないんでね。え、スズメバチの駆除ぐらいはできてもさ。そうですね、エアバッグの処理まで全部できるなんてなかなかいないよね、うん、なかなかそれはそうですよね。まあ足交換が主にっていうのはあるんで、エアバッグ変えた後に読み込ませてっていうのがちょっと、うん、まあ、ディーラーさんのテスターじゃないとみたいな。そのテスターがあればイゴールでもできる。資格がまあやり方さえ伝授されれば多分できると思うんですけど、はい。あとこれも程度良さそうだよね。全然良さそうですね。だいぶ綺麗ですし、うん、足回りも全然大丈夫な感じがするし、うん、ギアチェーン気持ちいいです ね。めっちゃスムーズです。速速いし、はい。このミッションの故障っていうのもあんまないんでしょ。あんまそうですね、聞いたことはないんですけど、どうなんですかね。違うとこ絶対壊れないとは言い切れないんですけど、うん、まあでも修理はしたことはないってことだね。まあそうですね、はい、うちでは、うん、いいね。でもやっぱオープンにしてる方が音はいいね。まあそうですね、これ多分飽きないですね。この感じは気持ちいいですね。メカニックがグラカンスパイダー乗っちゃうのか。なかなかメカニックでこういう車乗ってる方いないですね。多分。でもゆくゆくはさ、こういう車乗りたいなとかっていう、そういうライフプランは。セカンドカーからなら乗りたいです。やっぱファーストカーではやっぱ厳しいですけど。じゃあロペライオドリームだねこれは。そうですね。整備で頑張って。うちでもどの部署でも頑張ったら稼げるからね。まあそうですね、はい、チャンスは平等に。いやもう理想は SUV とスポーツカーなんで、うん、僕の中では。ああいいね、はい、これフェラーリ派ランボ派。僕ランボルギーニ派なんですよ。ああやっぱそこはも もう昔からランボルギーニ大好きで、なんかもうこれぞスーパーカーやぞみたいな感じが好きなんですよ、うん、もう全部振った感じが。うちに会社に入社して一番最初に乗ったランボルギーニって何だった。ガイルドでした。はい、白のガイルドで練馬の地下中で乗って、初めて乗った時こんなに乗りづらいんかと思って、あまあびっくりして、乗りづらい、アクセルワークといい、こう全然進まないし、憧れたあの車こんなにってそうこんなに乗りにくいんかとは思ったんですけど、まあこれはこれで味なのかと思いながらも、はい、ありましたね。いいね、そのギャップがいいね。そうですね、はい。じゃあアペンタとかムルシとか、はい、その辺は乗ってどうだった最初。ムルシはほぼ乗ったことはなくて、 はい、あんま入ってきたことがなくて、でアペンタは、うん、ちょっと怖かったですね。あもうなんかまあ車も想像してるより見るでかいじゃないですか、うん、大きくて、でパワーがやっぱ700馬力じゃないですか、うん、まあちょっとブーンってやろうもんならおおってなるから、あ結構やっぱモンスターカーだなっていう感じはあって、ちょっとこう暴れる感じというか、もうランボルギーニのあの闘牛らしさがなんか出てるような感じで、あまああれはあれで好きなんですけど、でも感動しましたねやっぱ。岸君はこの間初めてアペンタ乗った運転したんだけど、はい、最初やっぱ怖くて乗れないって言ってた。ああそうですよね、いやそう思うと結構自分は怖いもん知らずでガンガン乗ってたなって思う。ああ、まあ、そうですか、へえ、まあ唯一怖いと思ったのは、はい、F40 と、ああまあそうですね、ラフェラーリ、はい、ちょっと別次元ですからね。そうまああれは金額でビビっちゃうよもう。まあそうそうそうですね、あれは。じゃあ次ちょっとコルサ入れてみて。コルサ、はい、いいね。変速ちょっと違うよね。違いますね。もっとガツンと、ね、あガツンときますね。違いますねやっぱ、うん、でもこっちの方が気持ちいいかもしれないです。変速する感じは。そうだね、なんか
ちょっとマニュアルチックな変速ショック感じられるんで、これはあれなんですか、あの、うん、横にタコメーターがバーってなるのにはならないんですか。ならない。あ、ならないですね。裏間、エボとかになると。あ、エボからなんですね。あ、そうそうそう、なるほど。あ、確かにね、あれいいよね、黄色くなって、あれいいっすよね、ちょっともう違う車に変わりましたって感じがあって。そうそうそう。でもあのメーターになると、はい、踏みたくなっちゃう。ちょいちょいこっちもスイッチ入っちゃいますもんね。そうそうそう。わーって。そうですよね。ではでは、まとめに行きますけども、はい、今回は裏缶スパイダーですね。はい。じゃあ五郎さん、今回のまとめを100点満点でお願いします。そうですね、まあ僕の個人的な意見だいぶ入ってくるんですけど、全然それはいいですか、はいはい、の上で評価すると98点、ね、おー高いね。はい。いい車だ。いい車ですね。もうずっと言ってたと思うんですけど、うん、乗りやすいんですよね、うん、意外とアベンタドールとかと比べて、うん、乗りやすくて、でなおかつもうこのデザイン、もう外装といい内装といい、もう昔から僕はすごい好きで、うん、もう唯一無二のこだわった内装だと思ってるんですよ、はいはいはい、外装もそうなんですけど、うん、もうあって、でこの乗りやすさといい、この音もめっちゃいいですし、走った時もすごい楽しいですし、僕はまあ、お金さえあれば本当に欲しい車だとずっと思ってるんですよ。そうなんで、そういうのもあってすごい高評価間違いないんですけど、ただまあその2点だけ落としたっていうのは、うん、まず人はちょっとやっぱ狭いんですよね。どうしてもこの身長でだと結構窮屈で、まあ乗り心地っていう意味では長く乗る分には全然問題はないんですけど、うん、姿勢という意味になるとちょっと窮屈かなっていうので、まあアベンタまで行かなくてももうちょっと大きかったらいいなっていう、あの中が、なるほどね、っていうのと、あとはもう一点はもうどうしても何か壊れた時はまあめちゃくちゃ高額っていうところですね。まあそこもどうしようもないんですけど、まあ保証入りましょうって話だね。そうですね、はい、なるほど、っていうところですかね。98点はい。なんか今回は的確にまとめたね、はい、あ、本当ですか。いつもちょっと迷いを感じたんだけど、あ、まあまあ、やっぱ好きな車だからね。はい。いや僕もね、はい、レビューのまとめで言ったらほとんど、ま、一緒、丸切り。あ、本当ですか。あ、うん、別に乗りやすいし、はい、で点数何点にしようかなと思ってたけど、はい、まあ98点かなって。あ、はいはいはい、で言ってる内容も、はい、うん、まさにまさにその通りって感じだったんで、はいはい、うん、まああとはね、まあ販売目線で言うと、はい、やっぱりリセールバリューがね、なんだかんだ言って値崩れもしにくいし、はいはいはい、スパイダーになると台数も少ない、はい、ただやっぱり皆さん気にするのはやっぱこの新しいモデルが出たりするじゃない、はい、このなんとかエディションだったりエコーだったりね、はいはい、そこにやっぱりまあね、追いかけてるとキリがないっていうところもあるんだけど、まあそうですね、そうそう、まあでもなんかそんなスパイダーって年式問わずそんな古さを感じないというか。あ、そうですね、確かに、うん、それはあとはね、仕様がねドハマりすればね、うん、いいかなと思うんで、まあ、僕も98点ですかね、はい、ということで本日のインプレッションは以上となります。はい、はい、引き続きサブチャンネルもですね、ちょっと面白い企画配信してますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。